夜から今朝にかけて、ピクとしていて、記録的な積雪を観測しました。が、今朝になって、市内の積雪が一気に溶けるという、謎の現象が発生しました。そのため、河川の増水による氾濫で、川沿いの住宅に、大きな被害が出ています。市では、今回の浸水被害による経済的損失を、約2兆円と推定しています。続いてのニュースです。ビクトシティのピノ市長が、選挙資金問題の責任を取って、